ことがあるんですけど、見て、みんなからもらったクリスマスクマちゃんが届きました。開封の儀式でかくてかわいい。見て、私の顔と比べるとこんな感じ。でかいね。かわいい。かわいい。え、帽子脱げんのこいつ。帽子かぶってるだけだった。縫い付けられてるのかと思った。帽子かぶっただけだった。大きめの頭にぎゅうぎゅうに入ってたんだけど。なるほどね。じゃあこういうことができるってこと？かわいい。かわいいですね。くまちゃん。頭でっかちでかわいい。こんばんは、こんばんは。ひらりんさん、あの、なんだっけ、ドット絵くまちゃん、ありがとうございます。ゲームくまちゃん。ちんちんさん、めっちゃ会議してありがとう。多分今日そんなに長くやらないかなって感じなんですけど。今日は乗るかな、ここ。あ、頭が重くて乗らない、乗らないですね。すごい、このクマちゃんがいるとさやがあくびするときにしっかり隠せる。そういう用途で使うもんじゃないけど、マシュマロってレンチンするとびっくりするくらい膨らむ。そうなんですよ。そう、皆さん本当にマシュマロでレンジで調理するときはね、一回膨らむんでびっくりしないでください。かわいすぎん。ショールームのクマって結構かわいいと思ってたんですけど、実際ぬいぐるみになると想像よりかわいいね。かわいい、かわいいんですけど。かわ、キャワタン、こんばんは。プリンとクッキー作ってみた。お、いいですね。そう、縫い目みたいなね、こう刺繍がちゃんと入ってるんですよ。高い、後ろにもある、背中からお腹にもあるの、縫い目かわいい。ショールームのクマさんどんな感じだったかな。あ、配信中はね、ギフト欄見れないのか。みんなあのギフト欄開いて、あのクマちゃん見てください。そう、同じクマがいます。見比べてみて。ちょっと今さえ今見れない。あ、すごい、チュンチュンさん、クマちゃんありがとう。そうそうそう、これ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 、ほら、かわいい、そっくり、かわいいね、かわいいね。じゃあ今日はクマちゃんのショールームでお送りします。こんにちは、こんにちは。なんて名前なんだろうこの子。なんて名前かわかんないけど、でも頭でっかちで超かわいい。なんか3分の1くらいしか体がない、頭の3分の1しか体ないんだけど。かわった、こんばんは、こんばんは。かわいくない、こんにちは。もうちょっとカメラを鼻らかさないとクマちゃんが入らない。そう、こんな感じ。落ちそう。かわいい。二等身でもないんですよ。なんか 0.3 等身みたいな。
二等身だったら頭と同じサイズの体がここにないといけないんですけど、足りないからマジ 0.3 等身ぐらい。この子お手ても丸くて可愛いね、足も可愛いね、縫い目も可愛いし、こう首が座ってない感じも可愛い。あのさ、体でさ頭の重さをさ支えきってないのよ。すぐこうグワングワいく、ちょっと傾けるだけで、ほらかわいい、かわいいんですけど。遊びに来てありがとう。こんばんは、こんばんは。自立はもちろんですけどできないですね。座らせるでしょ、ほら、もちろんできないですね。あ、あ、いけた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 、立ってる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 、立ってるというか座ってる、いけてる。すごい、まっすぐを見据えている。いけてるわくまちゃんの後頭部のみでお送りしています。後頭部じゃない、頭頂部。かわいい、かわいいんですけど。かわいい。これはなんか、なんかあのクリスマスの時期に何ポイント皆さんからギフトを投げてもらったらもらえるよみたいなシステムだった気がする。かわいい。チュ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 、アイリみたいなことしちゃった。アイリ、アイリが妹にするみたいなことしちゃった。かわいい。ポポポポポ、めっちゃ可愛くないですか、こうつぶらな瞳、大きな頭かわいい。いいですね、この子と共に今後は生きていこうと思います。多分めいっ子のおもちゃになると思います多分ね、多分めいっ子のおもちゃになります。このお家に来た時のね、リビングにこれ置いとくと、おいっ子が遊び来た時におもちゃになる。なんかだから今日普通に荷物がなんかでっかいの送られてきて、これ届く、いさ、何、今日届くって知らなかったから、何これと思って、事務所からだし何これと思ったんですけど、クマだったクマでした。で、なんかデカめのさ、そんな大きさに対してはあんま重くない荷物だったから、マジで何かと思って思ったけど、開けた瞬間にクマが出てきて、あっフフってなった、フフフってなったわ。ふふふ、かわいいね、かわいいね、あ、かわいいね。一生遊んでられるわ。サリンが寝てる間にそのクマが動画編集してきてくれるかも。パソコンの前に座らしといてあげるか。あれやな、なんだっけ、小人の、靴職人の小人の童話と同じスタイルで寝てる間にやっといてくれるやつね。でもこの手でキーボード打てるかな、くまちゃん大丈夫、できる君、この手で、この手でちょっとできるできる、これ4つぐらいのキー一気に押しちゃいそうなお手手してるけど大丈夫、かわいいね。後ろ色一緒ですよ、多分光の加減、毛並みの向きが多分違う、毛並みってかもそんな長い毛じゃないんだけど、
光の加減で色一緒ですよ。ほら光の加減だね。ピョンピョン。確かにマウスも握れなさそう。いいよ、君はいるだけで可愛いからね。可愛いねんねんねん。首座ってないんだよなこのクマ。首が座ってないけど。ポンポコポン。ハロー YouTube。クマの、いややばい、おままごとみたいになってる。やばいわ。精神年齢3歳の遊びしてた今。やめとこ。さすがにやばそう。初見さんありがとう、こんばんは。ちょっとやばいやつだと思わないで、ぜひ最後まで見ていってください。エイドメンバーみんな持ってるのかな。ショールームやってる人だったら持ってるんじゃない。そんなに高いノルマじゃなかった気がする。このポイント全くやらない人だったらもらえないと思うけど、どうだろう、エイトは結構やってる人多いから、ま、みんな持ってんじゃないですか。こんばんは。真ん中の点線は何、縫い目ですね。ショールームのギフトを見てもらえば分かるんですけど、クマちゃんに縫い目ついてるんで、それです。縫い目の再現ですこれ。いや、さっきからさ化粧をさこのクマにつけたくないからさずっと気を使ってる。この辺はメイクついてないから、ここはねくっつけられるけど、ここの辺はくっつけられない。そう、絶対にメイクをぬいぐるみにくっつけたくない人の行動をしてる、さっきから。うにゃうにゃじゃないですか。最近 IQ 低めのサイリンに登場する。もうなんかずっと家にいすぎて、なんかマジで退化してる。そう、脳が退化してるね。やばいと思う。そろそろ鼻曲がってるよ君。ちょっと鼻曲がってるんだね。しゃあなしやな。しょうがないですね。多分家から出てないことでのストレスが多少あるっぽい。最近なんかねやばいんですよ。もう一日家にいて全然やる気が起きなくて結構やばい。ピンチ、ピンチマン。かわいい、かわいいんですけど、かわいいんですけど、かわいいんですけど、はい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 。目の位置めっちゃ低いね、こうやって見ると。真ん中ら辺にお目目ある。真ん中の下ぐらい。ここが真ん中だから、真ん中の下ぐらいに。かわいい赤ちゃんみたいなフォルム、等身だね。赤ちゃん頭大きいですからね。でおでこが広いですからね。見てこの首の座ってなさ、頭の重さに体が追いついてないよこの子。かわいいんですけど。イエーイ、皆さん本当に12月のあの時期だったと思いますがありがとうございました。やっと届いたよ、みんなのおかげで届いたよ。ありがとうございます。イエーイ、また今度いつか登場するかもしれません。よろしくね。かわいすぎる。この辺に置いて見つめ合いながら YouTube じゃない、ショールームやろ。ちょっと待って、こう座る時と座らない時の、あー座った、違いが分からん。かわいい。もう一回、せっかくだからもう一回あのサンタ帽をかぶらせておきますかね。これ結構頭でっかちやからグイッと入ってた。いけ、よし、
ですかね。サンタクマちゃん、クマさんいつ帰ってほしいの。今日、さっきうちに配送されてきた。いやマジで座るときと座らないときの違いね。あー、いけた。かわいいですね。キャワタン、サリングラビア NG なの。いや、単純にお仕事が来ないだけですね。なんて悲しいこと言わせるんだ。まあ世の中需要がないとね、仕事は来ないですから、しゃあなしです。もっと人気メンバーになりたいと思います。かわいい、そうかわいいんですよ。つぶらな瞳、つぶらな瞳。今日はちょっと短めにしようかな。すいません、今日あくび出ちゃって、今日っていうか毎日あくびしてる。この時間ってさ、私眠くなっちゃうんだよね。なんか赤ちゃんみたいなさ、あの眠気の起き方してる。8時台にもう眠いみたいな。こんばんは、こんばんは。なんか今日はまあ生写真撮、セルフプロデュース生写真撮ったり、なんかちょっといろいろ、何、ちょこまかい書類というかを書いたりしてたら、なんか信じられない疲労感に襲われていて、もう私もびっくり。そんなに体を酷使してないはずなのに、なんかめっちゃ疲れてて、どうしようかなって感じです。そう、どうしたもんだかね。今日は早く寝ようと思うよ。今日もだけど、最近結構そんなにお菓子してないんだけどね。クマとお話ししちゃうんだけど、あ、やばい、倒れる。ごめん、ちょっと手触っただけなのに、ごめん。じゃあバランスがね、そうバランスがすごい絶妙なのもね、君。まあそんな感じでセルフプロデュース生写真、まあ近々ね出ると思うんで、今日撮ったやつもお楽しみにしていてくださればと思います。ということで、今日はちょっと早いですけど終わりにしようかな。明日はね結構楽しみな予定があって、楽しみです。日本語下手くそなのでは、もしや。楽しみな予定があって楽しみなんですよ、明日は。明日も頑張っていきたいと思います。ではランキング読んで今日は終わりにしよう。明日に向けて早寝しよう。明日は早起きしたいからね。いきます。13位カムサムニダー、韓国からありがとうございます。12位トモチさん、ありがとうございます。11位ニューヤマヒロさん、ありがとうございます。10位ダイカンデスさん、ありがとうございます。9位台湾中心さん、ありがとうございます。8位かぼちゃ先生、ありがとうございます。サナイヤスさん、ありがとうございます。6位バイコトさん、ありがとうございます。5位ヒロリンさん、ありがとうございます。4位キロンさん、ありがとうございます。3位エチさん、ありがとうございます。2位トメさん、ありがとうございます。1位はチュンチュンさん、ありがとうございます。ありがとう。私も今日の夜勤乗り切ればお話し会と思って頑張る。あ、そうだ、11日お話し会、あさってもうすぐです、もうすぐです。みんな楽しんでいこう。では今日はみんなのおかげでクリスマスのクマちゃんが届いたよという報告配信でした。